1526年6月23日没、1471年、駿河で誕生、1476年、潮海坂の戦で、父の義忠亡くなる当時、彼はまだ6歳、後継者争いが起こる、仲裁に入ったのが伊勢森時。ちなみに森時の姉は、今川義忠の正室、条件、反対勢力のいとこの、小鹿憲光が、彼が成人するまで、政治を代行する、反乱が落ち着く。しかし、彼が成人しても、小鹿憲光はなかなか譲ってくれません。伊勢森時が、小鹿憲光を襲い、自害に追い込む。晴れて彼は家督を継ぐ。伊勢森時は、広告事情を与えられ、以後も彼の補佐役となる。彼は1505年、京から来た寿桂尼と結婚。病に倒れる。寿桂尼は彼に代わり、嫡男の今川氏輝が成人するまで政治をする。1526年、今川金目録が制定。同年、帰らぬ人となりました。彼は誰？